注意。この動画ではプレデターシリーズについて解説します。解説に誤りがあるかもしれませんがご了承ください。ネタバレもありますのでご注意ください。こんにちは。ゆっくりメラルー戦車マリサだぜ。同じくゆっくりアイルー戦車レイムです。この動画のゲストで、映画プレデターで最後まで生き残った、元グリーンベレーの隊員で階級は少佐の、アラン・ダッチ・シェイファーだ。ここではダッチと呼んでくれ。念のため言っておくが、ゲーム MVP に登場したアッチのダッチは全くの別人だから、そこはちゃんと覚えておくんだぞ。おお、ついにプレデターの映画第一作の主人公の登場か。確かによく見たらゲーム MVP に登場したダッチとは髪の色が違うね。それでは前回の動画では解説しなかった、コミック、フィギュア関連のプレデター3体を紹介、解説するが、詳細のわからないプレデターは紹介だけさせてもらうぜ。その後、プレデターの新作映画、ザ・プレデターの概要などについて解説、考察するぞ。ほいじゃあスピード上げて解説するぞ。キラークラン、コミック、AVP3 ワールド号に登場したプレデターで、メットの代わりにミツクワ型の兜をかぶってるんだぜ。右腕、右肩にリストブレードとプラズマ砲を装備しており、さらにエイリアンを用件のように飼育して飼いならしてるそうだ。あのエイリアンを飼いならしてるの？しかもこのキラークランは、他の部族のプレデターと銀河支配をめぐって何世紀も対立してたそうだぜ。主要じゃなくて支配をするプレデターがいるというのは初耳だね。クランリーダー、別名はグランドエルダーで、エルダープレデターの中では最も賢明かつ強力な最高指導者のプレデターだそうだ。簡単に言うと、クランリーダーはプレデター社会のトップに君臨するプレデターってことだ。エイリアンで例えると、エイリアン社会のトップに君臨する、エイリアンクイーンと同じ立ち位置にいるような感じかな？さらにクランリーダーは不滅で、異常な強さと能力を持ってるそうだ。クランリーダーは、リストブレードは装備してないが、槍とプラズマ砲を含め、エイリアンの尻尾のような日本の触手を武器にして戦うそうだ。ちなみに、日本の触手は鎧の胸元あたりに装着してるが、両腕のガントレットにも装着できるそうだ。最後はゴールデンエンジェル。名前の意味は直訳すると黄金の天使で、コミック、プレデター、セブンティーン・エイティーンに登場したプレデターだぜ。見た目は全然天使には見えないんだけど。実はこのゴールデンエンジェルは、とあるプレデターの若かりし頃の姿なんだが、誰だかわかるかな？誰なの？さっぱりわかんないんだけど。実はこのゴールデンエンジェルは、映画、プレデター2の終盤に登場した、あのエルダープレデターの若かりし頃の姿なんだぜ。そうなの？それじゃあゴールデンエンジェルが登場するコミック、プレデター、セブンティーン・エイティーンのストーリーについてざっくり話すぜ。1718年、ラファエル・アドリーニ船長率いる海賊団は、アフリカギニア沖のとある島へ上陸するが、その島の木陰から海賊団の様子を伺う謎の影があった。上陸後、手下たちは宝の分け前をめぐってアドリーニ船長と対立し襲いかかるが、単身で奮闘する船長の目の前にプレデターが半透明の姿で現れ、剣を振るって手下たちをハントした。手下たちは、プレデターを見て天使か神かと一度はおののくが、やがてアドリーニ船長もろとも抹殺すべく襲いかかってきた。アドリーニ船長とプレデターは意図せず共闘することとなる。戦いが終わり、アドリーニ船長とプレデターは、互いに最後の勝者を決めようと、両者が剣を構えたその時、茂みに隠れてた手下の銃弾がアドリーニ船長の背を貫き船長は倒れた。手下は宝箱を手に船へ走るが、プレデターのプラズマ弾に背を撃ち抜かれ死亡する。アドリーニ船長は、愛用のフリントロック銃を手に、プレデターに、テイクイットと言い残し説明。銃を受け取ったプレデターは、船長の墓に装備してた剣を投げ置き、テイクイットと呟いた。コミックのストーリーはここで終わりだが、それから279年の年月が経った1997年、ゴールデンエンジェルはエルダーとなり、映画、プレデター2の終盤に登場し、シティハンタープレデターを倒したマイク・ハリガン刑事に称賛の字を述べ、前述のフリントロック銃を渡したんだよね。ゴールデンエンジェルのストーリーは、ある意味ではすごく壮大に感じたよ。それじゃあゴールデンエンジェルの解説はこの辺で終わりにして、ここからは新作映画、ザ・プレデターの概要、ストーリーなどについて解説、考察するぜ。この映画はプレデターシリーズの4作目にあたる作品で、内容は映画1作目の続編、
またはプレデター2とプレデターズの間の物語とされてるらしいが、まだわからないんだ。監督のシェーン・ブラックは、映画一作目でシュワちゃんが演じたダッチ・シェイファー少佐率いる特殊部隊の通信兵、リック・ホーキンスを演じてたんだよね。シュワちゃんがこの映画に出ないのが残念だけど、仕方ないよね。キャッチコピーは、一番強い奴は、どこだ？で、映画のタイトルも、ザ・プレデターと結構シンプルなのもこの映画の特徴だぜ。次はこの映画のストーリーについてざっくり話すぜ。元特殊部隊で傭兵のクインがメキシコで入手した謎の装置を息子のローリーが見つけ作動させ、地球にプレデターを呼び寄せてしまった。プレデターと接触したことで事態の隠蔽を企む政府の極秘機関に監禁されたクインは、ルーニーズと呼ばれるならず者の兵士たちと共に脱走し、危機が迫ってる息子と人類を救うため奮闘する。人類の前に姿を現したプレデターは、他の種の DNA を利用して、遺伝子レベルで進化し、より強く賢くなっていた。さらに通常のプレデターをはるかに上回る圧倒的なパワーを秘めた、アルティメットプレデターが突如出現、人類はどのように立ち向かうのか。といった感じのストーリーだぜ。次はこの映画に登場するプレデター2体について紹介、予想、考察、解説するぜ。フジティブ。名前の意味は逃亡者で、鎖肩ビラのような鎧を装着しており、リストブレードが両腕についており、右肩にプラズマ砲を装着してるんだぜ。見た目はシンプルさとデコラティブさの中間あたりのプレデターって感じだね。名前が逃亡者というのがなんか気になるが、予想だがこいつはプレデターの名誉の掟に背いて、同族の粛清から逃れ、逃亡者という名前になったのか？あるいは予告編でどこかの研究所で捕まってたから、そこから逃げ出して、逃亡者という名前になったのではないかと私は予想してるぜ。それとこの映画の注目すべき点は、予告編でプレデターの武器、レーザーディスクが出たことかな。レーザーディスクって、鋭い刃が6枚ついてる円盤状の武器だっけ？実はこの武器は、映画 AVP2 部作にも登場しており、この映画の予告編で登場したことから、AVP2 部作もプレデターシリーズの時系列に含まれてると予想されてるんだよ。ちなみにこのレーザーディスクは、プレデターのみが登場する過去作の映画では一度も登場してないんだが、この武器が登場するのはこの映画が初なんだぜ。確か映画プレデター2の終盤のシーンでは、プレデターの宇宙船内にエイリアンの頭骨が飾られてたし、時系列的に繋がりがある可能性は十分あるかもしれないね。ついでに映画 AVP2 に登場したスティーブンス大佐は、小説版では映画プレデター2に登場したハリガン刑事とピーター・キース捜査官の両者と接触してたそうだぞ。あくまでプレデターシリーズと AVP シリーズは、時系列的に繋がりがある可能性があるかもしれないというだけで、確定ではないけどな。次はもう一体のプレデター、アルティメットプレデターについて紹介、解説、考察するぞ。これがそのプレデターなんだが、予告編では背景が暗くて体色と全身図はまだわからないが、名前はアサシンと呼ばれてるようで、名前の意味は暗殺者だぜ。身長は通常のプレデターよりも高く、おそらく3メートルくらいはあるそうだ。ヘルメットとプラズマ砲と鎧は身につけてないようで、装備はふんどしと両腕のガントレットと1枚刃のリストブレードだけなんだ。このプレデターは、予告編では外から壁を壊して、建物内で人間を掴み上げてたフジティブプレデターを捕まえて、外にあった車の屋根に叩きつけてたっけ。見たところ、フジティブとアサシンは敵同士のようだね。それとアサシンは異種交配を経て進化したプレデターだと言われてるらしいね。予想だが、アサシンはフジティブを暗殺するために、同族が地球に派遣したプレデターではないだろうか？確かに登場するプレデター2体は、名前が逃亡者と暗殺者だし、その可能性はあるかもな。私の予想では、アサシンは人間が生物兵器として作ったプレデター、あるいはプレデターが人工的に作ったプレデターだと思うんだよ。前者は政府の極秘機関の研究所から逃亡したフジティブを暗殺するために、科学者たちが作ったプレデターというもので、後者は掟に背き、逃亡したフジティブを暗殺するために、同族が人工的に作ったプレデターであるといった感じかな？他の予想では、アサシンは異種交配を幾度となく繰り返し、終わることのない進化を続ける可能性があるんじゃないかと俺は思うんだ。あくまで全て予想ですので、本気にしないでください。これ以上予想と考察するのもなんだし、この辺で終わりにするぜ。それじゃあこれにて、長かったようで短かったような、
プレデターの解説を終わりにするぜ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。いつになるかはわかりませんが、またどこかでお会いしましょう。